様、おはようございます。キスジャガーです。2020年4月21日火曜日9時2分です。おはようございます。この先に合流があります。注意してください。はい、今日は、阪神高速4号湾岸線泉佐野経由で和歌山方面に行きます。途中で一旦紀の川サービスエリア寄って休憩しますので、ちょっとつなぎますけどね、一応和歌山インターまでやろうかと思います。よろしくお願いします。現在地は4号湾岸線南向き泉佐野方面行き、つけ松ジャンクションを越えたあたりです。制限速度80キロです。 BGM うるさい。ね、ドライブの予習の動画撮ってた時に BGM でボブ・ディラン流してしまいまして、著作権でやられてボツになりました。ストーンズはね結構大丈夫なんですけどね、ボブ・ディラン一撃でやられました。もう何十年前、60年ぐらい前みたいな、そんな曲なんですけどね。はい、これ泉大津出口です。泉大津出口、50番ぐらいかな。ちょうどね和歌山の方から広川とかあっちの方から大阪に向いて帰ってくるときに BGM 流してしまって、ボブ・ディランの時代は変わるっていうね、すごく古い曲なんですよ。1960年代ぐらいの曲なんですけども、見事に著作権でやられてしまいました。はい、泉大津パーキングですね。泉大津パーキング2階が大型車専用で、2階っていうか3階っていうか2階建て構造になってるんですよ。下の階、雨が降っても濡れない方が乗用車の方です。パーキングからの合流ですね。制限速度80キロでしたが、まもなく本線料金所がございますので、ここから60キロになります。まもなく料金所です。400メーター手前です。岸和田北まで1キロ、南まで5キロ、泉佐野まで14キロとなってございます。本線料金所、泉大津料金所です。 ETC は20キロですね、制限速度。はい、この大きい料金所抜けますと、本線は2車線になります。はい、ここから制限速度80キロですね。今現在まだ60キロぐらいにしかなってません。車両は、日産ディーゼルのトレーラーですね。78万8411キロ走行しております。結構古い車です。乗りにくい。オートクルーズもついてないんですよ。古くてっていうかね、ケチやったんですね、この当時で。はい、岸和田北出口です。岸和田北出口、9時6分になりました。岸和田北は入り口もあったかな。これ多分もう少ししたら入り口、あれがそうですね、岸和田北インター入り口ですね。次、先ほどのは岸和田北インター出口です。この先合流があります。注意してください。岸和田北インター入り口合流になります。やってるんで
掃除です。これのために2キロ3キロ渋滞することがよくあるんですが、今新型コロナウイルスの緊急事態宣言において不要不急の外出自粛っていうことで交通量だいぶ減っておりますので、一応渋滞何もございませんが、いつもこれやってるときはね 2,3 キロ渋滞してるかと思います。よく泉大津からね泉佐野の間ぐらいで行き帰りこうやって掃除ばっかりしてるんですよね。まあ、きれいにしていただけるっていうのはね ありがたいですよね。変なものを踏んでタイヤパンクしたりとか困るんで、ゴミ落ちてない方がいいですけどね。なんでしょう、この南大阪で掃除ばっかりしてるなっていうイメージがあるっていうのは、南大阪汚す人が多いんじゃないかみたいな、まだ大丈夫か多いみたいな、そういうことなんですけど、清掃注意と書いてますが先ではありません、後ろです。聞いてしまいました。岸和田カンカンベイサイドモールっていうのが今左手ですね。それを越えてすぐです、岸和田南インターの出口です。岸和田南も入り口あったかと思います。なので岸和田南インター出口、南インター出口は9時9分でした。制限速度引き続き80キロです。こちらの合流、岸和田南インター入り口です。岸和田南インター入り口の合流、9時10分になりました。書いてますね、電光掲示板、不要不急の外出は自粛と書いてますね。これ道路の至るところ、高速道路もそうだし一般道もそうだし、電光掲示板で他に書くことがなくて、事故渋滞中とかそういうことを書くことがないときは大概もう最近はこれです、不要不急の外出は自粛と書いてございます。はい、貝塚出口、貝塚出口、これも入り口あったかな、貝塚も、はい、貝塚出口9時11分です。 9.11、貝塚でね入り口がないとすれば、もう阪神高速4号湾岸線南向き、ここから先は入り口ないのかなっていうことになってしまうんですけども、どうでしょうね、もう1回ぐらい入り口あったような気もしますけどもね。泉佐野北まで3キロです。2020年4月21日現在、
まあ咳をすればコロナを疑われるぐらいのご時世となっております。まだまだ収束の目処が立っておりません。はい、左からの合流ですね、貝塚インター入り口です。貝塚は出口のみならず入り口もあるみたいです。貝塚インター入り口9時12分です。これが最後の入り口かな。もう泉佐野入りますと入り口なかったかと思います。錦の浜公園のあたりですね。今右手に海が見えました。錦の浜公園、海水浴この辺かな。狭い海水浴場なんですけども、1回だけ来たことあります。もうこの辺りから右手を見ますと関西空港に渡る関空連絡橋、レインボーブリッジやったっけ、何やったっけ、ね、あれが見えてますね。もう右斜め前に背が高くそびえてるやつ、これカメラに映ってると思いますけれども、ドギーマンの向こう側に、ね、映ってるやつ、あれ、あの辺りがリンクですね。リンクタウンとかいうやつですね。泉佐野北出口、泉佐野北出口、10時13分です。泉佐野北は出口のみで入り口なかったかと思います。南行き、和歌山方面行きです。まあ、阪神高速4号湾岸線で和歌山までは行けません。で関空道を通りまして阪和道に入ります。佐野南まで2キロ、阪和道10キロとなっております。関西空港も10キロですね。 2.7 キロ先でリンクジャンクション、まあ、リンクジャンクション左手に取りますと関空道、泉佐野ジャンクションに向かって泉佐野ジャンクションで阪和道に入ります。そのリンクジャンクション右に取りますと関空に渡っていく橋ですね。橋がまだ長いんですよ。何キロやったかな、3キロか4キロかあったような気がします。2018年やったかな、ちょっといつやったか忘れましたけど、台風21号、あれ大きかったやつ、あれの時に関空のその連絡橋にタンカー、大型タンカーがぶち当たってですね、半年ぐらい橋が渡れないっていう風になってました。高速道路は泉佐野南出口を越えると、終点となります。はい、こちら泉佐野南出口です。9時15分になりました。泉佐野南出口、およそこの出口を過ぎると別料金、左方向です。まだ終点とは書いてないですね。まだもうしばらくです。リンクジャンクションのあたりで終点となるかと思います。まもなく運賃を左方向です。700メーター先でリンクジャンクション。今左手の看板にあったように、まだこのあたりは厳密に言うと阪神高速4号湾岸線です。ジャンクション右手に取りますと関西空港の方に行きます。左手の方、阪和道と書いてる方に出ます。制限速度60キロで落ちます。阪神高速はここまで、これより別料金、 ETC の、ね、計測のポイントがございます。料金は920円です。はい、阪神高速は920円ということで精算されました。これより先は関空道という道路ですね。2区間ぐらいしかないんですけれども、まあ行ってみましょうか。
この先合流があります、注意してください。臨空タウン駅という駅が、電車の駅が左手にございました。ジャンクションは60キロでしたが、本線に入りますと80キロになります。制限速度80キロです。関空道、東行き泉佐野ジャンクション付近で走っております。最近ね、気温が上がってきまして、カメラ温度上昇で撮影してるとたびたび切れるんですよ。なのでクーラー全開にしてカメラに当てているんですよ。これがまた寒い。まだね、クーラー全開にしたような、そんな夏みたいなことじゃないんで、 20度もあるかなみたいな気温の時にクーラー全開はちょっと寒いんですけども、我慢しながらお伝えいたします。はい、この真下走ってる国道ですね、この今走ってる関空道の下を走っておる国道、これ481号線かな、481やったと思います、おそらく。で、481と直角というか垂直に合流しておるのが国道26号線。今その26号線の上を登りました、登りましたじゃない、越えました。この先合流があります、注意してください。はい、合流があります、左から。これ入り口ばっかりで出口なかったかと思います。上野号というところに料金所があって、あそこで出口出れるのかな、上野号で出れるかちょっと分かりませんけれども、まあ出たことないんですよね。上野号のその料金所を越えて泉佐野ジャンクション左に取りますと、岸和田や泉方面、貝塚方面、松原など阪和道大阪方面行きで、右手が和歌山方面になります。料金所越えてすぐ急な上り坂になって、急なカーブになって、それで泉佐野ジャンクションになるんですけど、はい、泉佐野ジャンクションまで3キロ、和歌山まで30キロ、大阪まで54キロとなっております。関空道東行き泉佐野ジャンクション方面行き、制限速度80キロです。現在9時20分になりました。まだ霧のいい場所ではないんですけど、越えてすぐにまあまあきつい上り坂と急なカーブがあるために、ちょっと大型車とか貨物で荷物積んでる車っていうのもあの坂よう登らんのですよね。料金所で目一杯20キロまでスピード下げられるので、失速してしまって坂登れないんで、結構煽られるんですけどね、煽っても仕方ないです、抜くとこないので。関空道、泉佐野ジャンクションが0キロポイントだと思います。 1.5 キロポスト、料金所まで1キロですね。料金所越えて 400m でジャンクションなんですけれども、そちらで0キロポイントかと思います。はい、泉佐野ジャンクションまで1キロとなりました。 1.1 キロポスト、1キロポストですね。料金所まで 500m、 ここから60キロに制限速度制限されます。いつもね、料金所の目の前にあったから急にビュンビュンビュン抜きに来るみたいな、やっぱトラックが目の前で失速されるの嫌なんでしょうね。もうこの料金所の目の前になって無理やり抜きに来る人がいっぱいおるんですけれども、まあ、今日は不要不急の外出を自粛規制で自粛されておって、ちょっと交通量が少ないので、あんまり抜きには来られてません。はい、
ちらが泉佐野ジャンクション、左手に取りますと大阪方面、右手が和歌山方面です。坂登らないね、きつい坂だ。はい、この辺りがもうゼロキロポイントかと思います。関空道のキロポイント、キロポスト売ってないですね。売ってないけどこの辺りかと思うんですけどね。先ほどくぐった料金所から400〜500m のところにゼロキロポイントがあるかと思います。はい、上り坂も終わりまして、カーブくねくねと、ここの合流ご注意ください。あんまりね滑走路がないんですよね。阪和道 66.9km ポスト、阪和道に入ります。本線です。 67km ポストです。泉佐野ジャンクションから阪和道入りました。制限速度 80km です。9時23分、阪和道のキロポストは、吹田ジャンクションの方ですね。あの近畿道吹田インター入り口、あの辺りに0キロポイントがあるかと思います。 67.4km ポスト、こちらのキロポスト吹田インターから 67.5km ポストです。あ、じゃあ帰りなんか工事してるね、これ緊急工事かな。67.8km ポストで泉南市に入りました。68km ポスト、泉南まで4km、和歌山ジャンクション12km、和歌山インター26km、橋本が46km です。橋本のみ、阪神高速じゃないわ、阪和道じゃなくて、京奈和道の橋本になります。あ、クーラーが寒い。68.5km ポスト、9時24分、まで 2.5km、 阪南インターでは出られません。この辺りはね、入り口はあるけど出口はないとか、出口はあるけど入り口はないとか、そんな形になります。 70km ポストです。9時25分、まあ、私の動画の中では、入り口と出口と両方ある場合のみインターとお伝えします。出口しかないよというところはインターというふうに呼びません。高倉山トンネル 920m、 結構揺れるな、変な揺れ方するな。出口まで1キロとなりました。トンネルを出てしばらくして500メーターぐらい走ったら出口があるかと思います。そうですね、はい、泉南出口まで500メーターです。21.7キロポスト。
ハウマド制限速度80キロです。泉南出口です。泉南出口、泉南出口は 72.2 キロポスト、9時27分です。ね、この竹やぶ切ってあの入り口作ったらいいのにね。ダメなのか、お金がないのか。ここ入り口作りゃいいのに、どうせ山なんだから。使う人がいないのかみたいな。まもなく73キロポストです。9時28分。泉南の入り口はないんですが、で阪南の出口もないんですが、阪南に入り口はございます。雨山トンネル 250m。 高速道速度調限。はい、73.8 キロポストで阪南市に入りました。74キロポスト、9時29分。はい、左手入り口の合流がございます。こちらは阪南の入り口です。阪南入り口。この先合流があります。注意してください。阪南入り口 74.5 キロポスト、9時29分です。カーブ速度注意、どっちの注意なんでしょうか。落ちすぎる方に注意なのか、出すぎたら危ないようなのか。はい、和歌山ジャンクション5キロ、橋本39キロ、白浜が96キロやったかな。 75.2 キロポストになりました。9時30分です。白浜までね、あの和歌山インターの手前くらいから、まあ100キロくらいあるのかなみたいな、そんな感じですね。道の読み上げはしなくていいかなみたいな。私も使わないんですよね、京奈和道。京奈和道の最初の出口ぐらいはね、あの24号線に降りていくのに何か何回か使った感じがしますけど、忘れました。はい、76キロポスト超えました。9時30分。和歌山北が10キロ、和歌山インター12キロ、海南東22キロですね。和歌山インターと海南東の間にあの和歌山南というスマートインターができました。そちらの方は ETC、 あの車載機がある車しか通れませんのでご注意ください。現金の方とか、あの ETC カードは持ってるけど車載機がついてないとかいう方はご利用になれません。はい、間もなくです。間もなく和歌山県に入ります。大阪府さようなら。和歌山県に入ります。 76.9 キロポストです。
ってますね。頼もしいね。まだあれに引っ張られたことないんですけどね、私はね。はい、78キロポストです。9時32分。この左走ってる峠道、あれなんて言ったかな、君峠やったかな、ちょっと峠の名前と県道番号忘れましたけども、78.8キロポスト、県道番号64番ですね。並行してんの64番、何峠わからん、名前までは分かりません、ごめんなさい。 79.1キロポスト、ただいまの気温16度、和歌山ジャンクションまで 600m。見えてきたね。左手に見えておりますのが和歌山ジャンクションです。和歌山ジャンクションからは京奈和道という道路に入れます。一応無料区間になってるのかな、京奈和道ですね。ここから、はい、和歌山市に入りました。和歌山ジャンクションです。左手に取りますと京奈和道無料区間入ります。岩出橋本方面行きですね。はい、 79.9 キロポスト、80キロポスト、9時34分です。和歌山ジャンクションです。現在地和歌山ジャンクション、この辺りあのきつい下り坂とまあまあのカーブになります。かなりあのきつい下り坂がしつこく続きます。ご注意ください。はい、2キロ先木戸川サービスエリアです。ちょっとねあの今からあの3軒下ろしで結構しんどいんで、ちょっと休憩入れようかと思います。一旦カメラ切りまして、また出るときつなぎますんでよろしくお願いします。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。81キロポストです。あと 1.5 キロほどで、なんだっけ、木の川サービスエリアか、木の川サービスエリアにあと 1.3 キロほどですね。ないんですけどね、今日はちょっと休憩させていただきます。泣いても笑ってもあと3軒下ろしたらもう終わりなんでね。およそ 700m 先、斜め左方向です。いつの間にかラジオが混線している。82キロポストになりました。このきつい下り坂が急カーブが連続してますが、制限速度80キロのままです。82.2 キロポスト。まもなく、木の川サービスエリアです。まもなく斜め左方向です。はい、木の川サービスエリア入ります。まもなく目的地付近です。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。引き続き後半戦、和歌山インターまで休憩が終わりましたらまた撮影再開いたします。失礼します。はい、皆様こんにちは、キズナガです。木の川サービスエリアから再開いたします。10時13分です。休憩終了ということで木の川サービスエリア出ました。左からの合流は和歌山ジャンクション、京奈和道からの合流かと思います。現在阪和道白浜方面行き南向きです。制
限速度80キロです。まもなく84キロポスト、和歌山北インター2キロ、和歌山インター4キロ、和歌山南のスマートインター8キロ、白浜が87キロです。サービスエリアがすぐ近くにあるのに、わざわざあそこに停めて休憩されるトラックとかよくいらっしゃるんですけれども、今日は1台も停まってなかったですね。珍しいですね。ただこの先海南の方まで行きますと、またもっと広いところがありまして、あそこには結構停まってるかと思います。休憩はね、パーキングエリアとかサービスエリアでされた方がよろしいかと思います。和歌山北出口です。入り口はございません。和歌山北出口、県道139号やったかな、書いてございますが、すぐに国道24号バイパスから、すぐに24号につながります。和歌山インターまで2キロ、86.4 キロポスト、10時17分です。紀の川を渡ります。橋の長さが650メーター。新型コロナウイルスの、関係で、現在緊急事態宣言が下りております。87キロポスト、和歌山インターまで1キロです。およそ1キロ先、10時17分、高速道路出口。新型コロナウイルス緊急事態宣言のために、不要不急の外出は自粛してくださいということで、今現在、4月7日に緊急事態宣言出たんですが、今のところまだ自粛要請中です。命令ではございません。要請中です。でなるべく控えてくださいね、お願いしますねっていうことを政府が言ってるだけという感じですが、世間でお仕事ですとかお休みになったり、学校とかも今休校中のところが非常に多いかと思います。はい、88キロポスト、和歌山インター出口です。こちらは入り口もありますので、和歌山インター出口です。自粛中なので、お客さんのところ行ってもね、商売に成り立たんというか、売れないんだと、商品もで、一応開けてはいるけれども売れないよということで、苦労されてるんですけれども、まあ、どこのお客さんのところ行ってもそうです。今現在自粛中なので、商売的には上がったりやという話で、数量少ないんですよ、ボリュームがね。なので私あれ大型トレーラーで今配達来てるんですけれども、これ和歌山市内3軒卸となります。1軒あたりのボリュームが少ないんですよね。大型トレーラーなんかもう1箇所で終わらせてくれよって思うんですけれども、そんな宅急便じゃないんだからみたいな。3軒ほど配達いたします。うっとうしいね。まあ仕方ないですね。まあ仕事あるだけマシかみたいな、そんな言い方もできるかと思います。はい、ここね、自粛中でも混んでるんですね。
国道24号線和歌山インター降りたところです。まあ、普段平日ですとインター降りてこんなすぐに本線合流できないというか、ね、もう出口に渋滞がつながるぐらいの感じかと思うんですけれども、まあ、自粛中なので車の量も少ないのかなみたいな、少なくてこれかいっていう感じもしますけどもね。和歌山もあれです、新型コロナウイルス感染者結構出てるかと思うんですけれどもね、どっか病院でもなんかニュースでなんか言ってましたよね。まあまあえらいことになってるかもしれないですけど、小学生歩いてますね。これ多分小学校、和歌山の小学校も学校やってるっていうことでしょうね。小学校歩いてるっていうことは、行けばいいのにな。横断歩道ではあるんですが、全部止めてまで止まってあげなくてもいいのかなみたいな、警察署前やからちょっと忖度したのかなみたいな。信号がついてないんでね、横断歩道も車がもう10台も20台も後ろいるんやったら、自分が止まってやらんと、あの人いつになったら渡れるんだろうと思うかもしれないけれども、今日台数少ないんでね、無理やり止めると、まあ、後ろにおる車が困るんですけどね、追突しそうになって。南インターの方に行くんじゃないかな、多分。和歌山南のスマートインターは ETC しか使えないし、あんなところ降りても用事あるんかなみたいな、ね、何かあるんですかみたいな感じなんですけれども、和歌山インターが普段通りの渋滞しますとインター降りられないぐらい混むんですよ。なので和歌山南までちょっと何キロか先まで行ってで戻ってくるみたいな、結局ここに出てくるかと思うんですよね、花山にね。多分花山やったかな、もうちょっと先かな、繋がってると思うんですよ。で遠回りになるし、一区間先まで行ったらお金かかるけれども、ただ花山じゃないか、もう一つ月か、よっぽど混んでて動かないよみたいなことやったら別に、もう一個先、ここですね、花山西ですね。ここ道が新しくできてたかと思うんですよね、多分バイパスみたいにね。でこれが南インターの方までつながってたかと思います。まあちょっと確かめもせずに言ってる不確実な情報になってまいります。ちょっと落としてね、これなんで、あ、そんなブレーキもの、明らかにこっちの方が混んでるけどこっちでいいわ。和歌山県は、緊急事態宣言には該当してないんですよ。4月7日に緊急事態宣言として出されたのは7都府県です。東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県、これで7つかな。なので京都府であるとか滋賀県であるとか和歌山県、奈良県ね、そういったところ入っておりません。近畿地方では兵庫県、大阪府、この2つになります。で九州は福岡県、まあ、西日本はこの3つだけですね。で愛知県であるとか静岡県であるとか、あの辺もそうやし、北陸
であるとかね、あの山陰の方とかで東北地方とか北海道とかあの辺りも別にあの緊急事態宣言は出ておりません。まあ緊急事態宣言出ようが出まいが、あの政府が結局あの命令っていうかね、あの規制をかけるっていうよりはあの出歩かないでくださいっていうお願いをするだけで要請しかしないんで、あのまあ出ようが出まいがあんまり意味のない、意味のないって言ったらあれかね、まあちょっと区別はあるんですけれども、まあそんなんからすると和歌山は普通に生活送られてるのかなっていう気がしますね、今見た感じで。10時26分です。小学生が歩いてるってことは中途半端な時間というか通学時間を変えて、あのフレックス、あれフレックスタイムみたいなことになってんのかちょっと分かりませんけど、38号に切り替わってますね。どこまで24号やったんでしょうかっていう感じですけれども、はい、この隧道をくぐりますと、くぐって登った先が国体道路ですね。で左に曲がりますと国道42号線ということで白浜の方に行くようです。でこの右手に見えてますあの黄色いあの中華そばと書いてるやつですね、カメラ映ってないね、腕商店、毎週木曜日定休日となってございます。和歌山ラーメンの有名店ですね。私も何度かあの立ち寄って昔豚骨醤油ラーメンとなんかお稲荷さんがなんか食べた記憶がございます。はい、県道138号線、そのままどんどん行きます、港の方に向かいます。向かいますと和歌山城が見えてくるかと思います。で和歌山市の市役所とかじゃなくて和歌山県庁ですね、県庁所在地やし県庁があるようですね。動画ね、あの終わってもいいんですけどね、高速道路降りたんで別に切ってもいいんですけど、まあおまけですね。和歌山の港までは行きませんけれども、和歌山城カメラに映るかな、見えるあたりでお別れしようかと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いします。本日現在95名から1人減りまして94になりましたが、引き続きチャンネル登録お待ちしております。目標1000名まであと906人かな、女学生が歩いてるね。やっぱり和歌山県学校もやってるんやね、女学生、女子学生ですね。和歌山県やってるような4月21日、大阪兵庫は5月6日ぐらいまでは学校休校なんですよね。全然違うんよね扱いがね。はい、あの前方右手にあのちょっとグリーンが緑が広がっております、あの辺り和歌山城かと思います。
まだお城見えないですね、この辺りでは。なんか普通に生活してるね、和歌山県。学校も休みになってないし、交通量もそんなに少ないわけじゃないんか。全然自粛ムードじゃないですね。あ、もう右手これ、お堀が見えてます。ちょっとカメラにうっすら映ったかな。和歌山城の天守閣映ったかと思います。ご視聴ありがとうございました。そろそろ切ります。失礼します。